言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、パソコン内蔵カメラを使っておりますので音声聞き取りづらいところあるかもしれませんがご了承ください。0年0組アブちゃんの教室の話になりますけれども、まあダンクというイベントがあってそちら今日出かけてくるので、まあ、昨日もそうですし5日の日もそうだったんですけれども、まあそちらの用意をしてその時に撮っている感じですね。はい、イベントには行きますが0000はチェックしておりますのでね。で今回まずですけど、11日のダンクに YOSHIKI さんのねグループ XY が出まして、ご存知の方もきっとね00を見てる方多いと思いますが、0年0組に参加していた有園寛治君とキス君がこの XY のメンバーとしてね参加をしていて、昨日もね11日もいましたよ。で見てきましたよ。私のいるところ一応プレミアムチケットだったのでセンターステージに結構近い位置ですから肉眼で目視することもできましたから、非常にかっこよかったですね。はい、まあ、ちょっと私の位置からは実は有園君とキス君あんまりこっちの方に向く感じじゃなかったもんですから、僕はちょっと残念でしたが、でももちろん見ました。はい、ということで元気そうでしたよね。まあそんな感じで0年0組のねアブちゃんの教室、こちらのデビューグループもダンクっていうイベントはねダンクショーケース、まあ、今後もやっていくっていう予定のようですし、やはり日テレつながりでもあり、それからね先生アブちゃん先生が要するに竜兵くんとねアルバムを作りましょうみたいな感じのことを実は言ってくださっているので、それも含めてちょっと今後もぜひ関わってほしいなと思っていますし、ぜひダンクの方にもね出てほしいなと思っているところですよ。はい、そんな感じで考えております。まあ結構実現しそうな感じがしますけどね。はい、そこでまたキス君有園君にも会えればいいんじゃないかななんて思ったりいたします。ということでね、まあ本編に入りましょうか。まあこんな感じでね、今回バイオレンス審査といいますかチェンソーマンのオープニングテーマとしても使われております。まあ名前通り非常にバイオレンスアグレッシブな曲でございまして、 A チーム B チームで分かれて、いや今回本当に大変でしたね。こうダンクショーケースを見終わって朝の6時ぐらいに見たんですけど、結構ボリュームが濃くてね朝から見るもんではなかったなと思いましたが、ただねいろいろ楽しかったっすね。しかもなんか本当にドキュメンタリーなんじゃないかっていうか、オーディション番組なんだけど本当にドラマの脚本があるんじゃないかってぐらいにドラマチックに進むっていうところが、まあ、演出の仕方とかにもよると思うんですけどね、ドキュメンタリーの映画とかも、まあ、実際そのちゃんと番組構成をしてそういうドラマっぽくいい感じにしているっていうのはありますから、だから時々ねやはり過剰演出とか物議醸すような言葉とかそういう部分っていうのはあるけど、それも含めてまあプロの仕事なんだなって思いますね。それはその編集とかの方がねっていう感じですよ。でバイオレンス審査ですけど、まあね A チーム圭吾くん、富田くん、レイくん、イタルくん、佐伯くん、ともくんで、 B チームが太一くん、筒井くん、ケント君、翔圭くん、 S くん、ニトベくんということになりまして、で1個前のねアブちゃんの教室の1個前のものでは基本的にその両チームのリーダーのレイ君とケント君の話が結構中心だったりして、そこの中で明らかにこうね悪変とまでは言わないまでもちょっとその印象の差が出ちゃうのではないかと思っていたようなシーンがあって、その件も前出した0年0組の動画で上げさせてもらいましたけれども、ただまあその感じもありつつだけど、今回はそういうところよりは完全に力技でしたね。何回もバイオレンスを歌わせるっていうところで、でもなんかねA チーム B チームで、まあ、皆さんも結果知っていると思いますけどもね、まあ、つまり B チームの方がなんていうか評価が良かったわけですけど、ただなんかね本当にアブちゃんの選び方って本当誰が選ばれるかっていうか、本当脱落する子も含めて今回もそうだったけど、まあねリオンくんとかがね残れなかったとか、なんだと有園くんもそうだったですからね、結局有園くんに関してアブちゃん先生がみんな有園さんを好きになるっていう風な感じで言っていたし、でリオンくんにしても、まあ、クラスの中心というかね太陽のような存在っていう、
その言葉からして落ちるなんて思わないですからね。だから正直ね、イタル君もう安泰なんじゃないかなと思ってはいたけど、なんか正直わかんなくなってきちゃいましたね。実際どうなんだろうなと思ってね。で、あのキス君たちがいる XY ヨシキさんのグループに関してはもうデビューもして、実際ステージも踏んでいるわけだけど、やっぱり時系列的にあのリアルタイムっていうわけではないと思うので、この0年0組のデビューチームもオーディション自体は終わって収録でというか番組として撮っているから、まだそのこの番組が終わってから動くっていう形でデビューするメンバーも人数も決まっている可能性も高いとは思ってはいて、まあそれも含めてなんですけど、まあ、本当に分かんなくなってきましたね。ただあの私としては A チームの方が良かったような気がしていたんですよね。イタル君のあのバイオレンスの歌い方とかもそうだし、あのイタル君とレイ君が特にあのこれチェンソーマンのねエンディング、あオープニングテーマですから、なんかねあの少年ジャンプの主人公的な感じに二人とも見えたっていうところもあって、あこれは A チームやばいなと思って、で B チームがあの A チームが結局これあのもう一回お願いしますっていう感じで何回もバイオレンスを歌わせるっていうところで、でもそれに関してはまああのアブちゃんも言ってましたけど、まあ私も BE:FIRST とかいろんなグループたちのライブをたくさん見てますが、あの当然その何曲も連続で歌うっていうことがあるからっていうことでもう一回お願いしますみたいなところ、そこはだからやらせたんだろうなっていうのはまあなんとなく分かったんですよ。で A チームは結局あの3回やった時に結構疲れてて疲弊していて、表情とかもあの硬くなっちゃって動かなくなっていたのに、あの反して B チームは3回終わった後でもう一回やりたいですみたいな、おって思って、あの思ったんですよね。で B チームのその1回目のバイオレンスの時って、まあ、A チームが先にやったからっていうところがあったのか、それでも A チームも3回やった時にその3回目が一番良かったってアブちゃんも言ってるから、やっていくうちにそのやばさっていうか狂気っていうかそういったものが出てきたんだなっていうところはあったんでしょうけど、 B チーム1回目がそんなに正直いいとは思わなくて、ただ2回目3回目とか良くなって4回目確かにこれやばいぞって思ったのは確かな話です。でなんか4回目終わってニコニコしてるっていうのはメンタル強いなって思って、おってまたさらに思って、まあだからそういうことだったんだなって気がしますね。スキル云々とかで言うと もしかしたら A チームの方が高かった可能性ってあるけど、そこじゃないんだろうなっていう気がしました。これはそのね、ヨシキさんとかも言っていたけれども、まあ歌がうまい、ラップがうまい、ダンスがうまい、まあ楽器だったら楽器がうまい、なんてのは当たり前の話で、まあアブちゃんも言ってたかもしれないですね。まあスカイハイも何だったら言ってたかもしれない。プロなんでそんなのは当たり前の話なんで、そこのプラスアルファが、そこからのプラスアルファがないといけないっていうところですよね。そこの話なんだろうなっていう気がしますけど、そのプラスアルファをB チームは出したんだろうなっていうことですよね。結局あのデビューして、ね、練習トレーニングを積んだら、まあ、実力がね例えば劣ってる子とかにしても練習でどんどん追いついてはいけるわけで、歌もダンスもラップもそれはもちろんどんどんスキルは成長させることができるんですよね。ただもともと持ってるものっていうのはなかなかそうもいかないっていうところがあるという部分もありますから、なかなか難しいところでねっていう形で、今回は脱落者も決まるやつだったので、じゃあ次のねシーンであの順位が出たんでメモりましたんで行きましょうか。共有していきたいと思います。こちらなんですがね、意外ですよね。うん、いや1位 S 君って呼ばれた時におーマジかって思ってね。で2位ケント君で、まあ、ここはなんか分かる気がするというか、3位が二戸優斗くんなんすよね。これがね、また意外だったなっていうか、でも結構感情的になっちゃったりとかそういうとこがあるから、賭けっていう話はしていたし、だからこの3位っていう順位だからといって、決して安泰ってわけでもないし、まあ、だといってもじゃあ10位の富田くんがちょっとやばいのかっていうと、そういう話でもなさそうな気がしますから、本当に誰がデビューするか全然読めないですね、これは。
脱落も筒井くんとともくんで、ね、なんかともくんがそんなに悪いとは思わなかったし、筒井くんもね、なんかミュージカル審査とかあの辺で順位下の方になっちゃったりとかして、転校生としてちょっと鳴り物入りで入ってきたっていうところもあったけど、なんかでもそうですね、でも本当に悔しがってましたね、ね、っていうところで、でね、なんかイタルくんがね、歌だけの時というかそういうのがあると上位に行けるんだけど、ダンスっていうんですかね、パフォーマンスが入るとダンスのスキルも上がってるはずなんだけど、ちょっとなんか下に下がりがちな気はしますから、やっぱり心配は心配ですね、こうなってくると。で、投票制オーディションじゃないから、イタルくんに集中してどうにかってわけにもいかないし、だから実際のとこどうなってるのかね、まだね、デビュー決まってないのか、もう決まってるのかすらわからないしね。でもその歌声っていう部分で、神の歌声って言った佐伯晴香くんも9位になったりとかしてるしね、だからわかんないですね。翔慶くんとかね、まあ健人くん、レイくん、翔慶くんは結構上の方にいるような気がするけれども、まあ、でももうここまで来るとね、まあ誰が残るか本当にわかんないし、イタルくんに対してアブちゃんがこれからはどんどんみんなから盗んでくださいって話をしてて、だからもともとその歌とかそういうものに対する気持ちっていうところはそうだし、でもなんかそこの部分をさらにプラスアルファっていうところの話で、そうなんだろうなって思います。ともくんはね、お兄ちゃん的存在でまとめてくれていたっていうところでもあり、そこがなんていうかちょっと残念ではありますね。お兄ちゃん的存在、まあキスくんはね、もともと最年長ではあったけれども、まあ自由な人ではあったはず。でもキスくんもね、結局インスタとかを見てみると、なんかケントくんやレイくんとかイタルくんとかみんなのそういうね、なんていうか心の支えになっていたみたいな、翔慶くんもね、そういうのもありましたからね。実際のところ私たちがまあテレビやらフールやらで見ているものだけではわかんないところも多いですし、だから番組的にね、どういうふうに作っていくかっていうのはこの番組によりますけど、このアブちゃんの教室はぶっちゃけ本当にわかんないなっていうか、ケントくん、レイくんはさすがにデビューするだろうとは思っていますが、それすらわかんないですね。結局なんでしょう、例えばなんですけど、筒井くんって、まあこれ私の考えですよ、筒井くんはそのダンスが非常に上手っていうところの話でもあり、でもそこで行くと、もともとナンバーワンダンサー翔慶くんっていう子がいて、で翔慶くんはアブちゃんからエースになれるっていう風な感じで言われている子でもあり、キャラ的にちょっと被っちゃった可能性とかあんのかなって思うと、そうなってくるとケントくん、レイくんはなんかこう年下で、まあ要するにまあリーダーシップを取るっていう部分で被っているような気もするんでね、だからそこがね、どうなるかですよね。で、歌で言ったらイタルくん、佐伯晴香くんとかはやっぱり歌声で勝負っていうところでもあり、まあ他の子たちもね、うん、だからどうなんだろうなっていう、そこの部分のバランスっていう部分でアブちゃんがどう考えるのか本当に分かんないし、だってこの順位に関しては1位の S くんに対してですら1位なんですけど、弟であるのはもうやめてほしいっていう、これからは頼られる存在になってほしいっていう、だから決して褒めてばっかりの1位ってわけではなかったしね、うん、だからどうなっていくんだろうなと思いますよ。で、次は最終審査になりますからね、一体誰がデビューするのかっていうところですよね。あ、そうだ、あとその筒井くんの話で、つまりなんかこのオーディションに対して本気で取り組めてない人がいるのも知っているけどっていう疑問を持ってるみたいな、そういうことなのかなっていう、あ、でもそういう人もいるんだなって思ってね。でもまあね、この段階だとおそらくまだキス君と有園君は XY デビューって決まっていないはずだけど、まあその落ちていった子たちもいるから真剣に取り組んでほしいっていう話とかね、あとともくんがね、筒井くんと一緒に帰るときにこう支えてね、帰ってる感じとか、筒井くんが多分荷物を持っててなんか下のコードかなんかで転びそうになっちゃったんですかね、それをともくんがこうね支えに行ってみたいなところとかもあったから、
あれ見ると非常に、なんていうか、泣けてくると言いますか、なんかこう、彼らにも成功してほしいなと思いますね。ね、筒井くんとともくんで、例えばまた別のグループとかで何かオーディションとかでも何かやってくれたりとかね。まあ、そうなってくるとね、まあいろいろとまた、まあでもあれかな、スターダストの人たちだから別で何かやるっていうことはあるのかもしれないですね。まあそんな感じです。まあとにかく次回が最終審査の始まりっていうことになるので、そこがまあどうなっていくかっていうのもまた、見どころになりますね。というわけで、もろもろ語ってまいりましたけれども、まあ、0年0組もそろそろ佳境といいますか、終わりが近づいているんだなっていう感じですね。まあ、もともとはね、どんな感じになるかとか、盛り上がるのかなとか思っていたオーディション番組ではありましたが、結構ね、みんな注目もしておりまして、それこそね、BE:FIRST ファンのベスティとか、THEFIRST を見ていた人たちも含めて、注目もしていたりはするので、まあその辺もあるんでね、ぜひ盛り上がってほしいし、デビューしたらね、ちゃんといろいろと動いてほしいなと思いますし、で、まあできればダンクとかも含めて、いろいろと他のボーイズグループとかとも関わっていってほしいなっていうところではありますね。なんかイタル君とチュノン君の会話とか聞いてみたいなって思ってみたりとかね、そんな感じで思いますよ。はい。基本だって多分誰がデビューメンバーになったとしてもだいぶ年が若いっすもんね。他のグループに比べてもね。だから BE:FIRST とか INI とかね、XY とかよりも基本的な年齢って結構若くなりそうだからね。ね、だから楽しみですね。はい。では、そんな感じで。私はいろんな動画を撮っておりますので、タイトルやサムネイルで興味があるものありましたら、ぜひクリックしてみてください。そしてすぐに情報が手に入りますようにチャンネル登録することをお勧めいたします。ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。00ぜひダンクに出てほしい。